松岡静雄は、日本の海軍軍人、言語学者、民族学者。最終階級は、海軍大佐、柳田邦夫の弟。兵庫県新東軍田原村辻川に、従者、松岡美沙を竹野七、男として生まれる。その際、母親は夕日を見ているところを夢に見ており、夕日の周りに五行がかかって、軍旗のように見えたため、 この子はどうも軍人になりそうですと話した。1897年12月、海軍兵学校を主席で卒業し、1899年2月、海軍将尉任官。日露戦争には、千代田公会長として出征し、日本海海戦を戦った。その後、八幡丸、千歳の各公会長、第二艦隊参謀、海兵幹事、軍令部参謀などを歴任し、 1907年9月、海軍少佐に進級した。1909年9月、オーストリア・ハンガリー大使館付部官となり、さらに、岩手、朝日筑波の各副長を務め、第一次世界大戦時の1914年12月、臨時南洋軍逃亡備隊参謀の発令があったが、病欠で赴任できず、横須賀陳守付の後、海軍省文庫士官を務める。 1916年12月、海軍大佐に昇進。1918年12月、予備役に編入され、1921年5月に退役した。退役後、神奈川県藤沢宿毛沼に今日移すが、直後に起こった関東地震では、遭難死した東国の宮市西王の遺骸を運ぶために軍艦を相模湾に開港させたり、遭難死した。 住民26体の遺外を地元青年団がダビニフスキワの指揮を取ったりしたという逸話が残っている。震災後は、クゲヌマ西海岸に居を構え、カグラ社と名付けて言語学、民族学を研究し、同じ軍人出身の岡書院店主、岡重雄の勧めもあり、十数年で多くの著作を残した。また、大木谷肖像を、 はじめ多くの青年たちが訪れて学んだ。没後、弟子たちによって、松岡静雄先生の養子という石碑が建てられ、現存する。言語学、民族学における権威者であった。松岡家兄大ら、牧田茂町、柳田国をハット AB 松下義尾、日本軍事士官は土屋書店、165ページ、優秀改編、階級録、官報第3729号。 呪人及び、事例1907年12月2日。漢方第159号、呪人及び、事例1913年2月12日。漢方第1324号、呪人及び、事例1916年12月29日。中勘助の恋富岡太子草原社、P262 区ゲヌマ地区文化史年表区ゲヌマを、語る会。 ありがとうございます。